知性のついたゴリラテニスチャンネルのかっちゃんでございます。本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマはハムストリングスをコントラクトリラックスでストレッチしていこう実践編、よろしくお願いいたします。前回の動画ではハムストリングスが硬いことでテニスの動きの中でどういった制限が生まれてしまうのか、どういった怪我が生まれやすいのかっていうものをちょっとご説明したんですけど、本日はコントラクトリラックスを使ったハムストリングスのストレッチ方法を実際にご紹介していきたいなと思います。もしよかったら解説動画を見ていただけると、このストレッチのやる意味だったりを深く理解できるかと思うので、よかったらご参照ください。まあ、今日は実際にコントラクトリラックスを使ったストレッチ方法をご紹介するんですけど、そもそもコントラクトリラックスって何なんだいっていうところだと思うので、ちょっと1、2分だけ説明させてください。まず硬くなった筋肉っていうのは、つまり伸びる力が少なくなっている分、こう縮む距離も短くなっているので、力として筋肉としての機能が落ちてるんですね。この縮む力が落ちてしまっているので、最大限ストレッチしたところでその硬くなった筋肉に力を入れてあげるんです。そうすることで収縮力を高めてあげて、ストレッチの中でハムストリングス の収縮力を高めることで筋肉としての機能を高めてあげるんです。このことをコントラクトリラックスと言います。まあ、ちょっと生理学的に言うと、まあ、筋房水だったり腱房水だったり、まあ、そういったものが出てくるんですけど、これを話すとマジで説明長くなっちゃうんで、今回はしょらせていただきます。で、 PNF には運動連鎖だったり筋膜ラインに基づいた理想のこの運動パターンというものがあるんですね。本日はその運動パターンの中で下肢屈曲外転内旋パターンを用いて、特に硬くなりやすい内側ハムストリングスをストレッチしていきたいなと思います。で、そもそも運動連鎖っていうのは、末梢の動きから中枢の方に運動が波及していくっていうものが運動連鎖であって、この PNF のコントラクトリラックスでも、末梢の動きからストレッチ効果、筋の収縮力を高めていきます。で、末梢、つまりどこかというと、足関節、足のところですね。まあ、運動学的に言うと、足関節の内返しを伴う、低屈、足趾の屈曲っていうところを、使って、ハムストリングスの収縮力を波及させていく。そのことで、ハムストリングスの、筋収縮力を高めてあげる。そのことで、リラクゼーション効果が生まれてくるっていうのが、コントラクトリラックスでございます。まあ、実際にやってみたいなと思います。まあ、運動連鎖って、まあ、さっきも説明したんですけど、末梢の動きから、始まってくるので、まあ、こういったコントラクトリラックスとかって、やっぱりこう、末梢から、中枢にリラクゼーションをかけていくので、実際の動きにすごい反化させやすいんですよね。なので、今回のこのストレッチの中では、すごいこの足関節の動きっていう、足の関節の動きっていうところをに注目して、この後の説明の動画を見ていただけると、より効果が出やすいのかなと思います。では、この後まずはしっかりと前段階の評価、どれくらい自分の体が硬いのかというところを評価して、で、実際にストレッチの方法をご説明して実際に実演します。で、その後僕の体がどれくらい柔らかくなるのかというところまでチェックしていきましょう。それではどうぞ。それでは、まずは僕の体の硬さっていうところをお見せしたいなと思います。すごい硬いんでびっくりしないでくださいね。それでは行きます。これ結構マジでやってるんです。これくらい硬いです。これくらい硬いんですけど、じゃあ今日やるそのコントラクトリラックスを使ったストレッチをしたら、どれくらい柔らかくなるのかっていうところをお見せしたいなと思います。それでは実際にストレッチをやっていきたいなと思います。まずはしっかり仰向けに寝ましょう。
で、しっかり仰向けに寝た状態で足を引っ掛けていくんですけど、この足を引っ掛けるときに、この足のつま先の上げ方、ここにキーポイントがありまして、しっかりとつま先を小指の方から上に上げます。小指の方から上に上げて、このかかとが内から外の方に向くような状態で固定したまま足を上に上げていきます。上げた時にこっちの足が浮き上がってないかとか、腰がちょっと反りすぎて痛くないかね、上げすぎ、無理して上げすぎるとそういった代償動作が出てしまうので、しっかり、無理しないくらい、痛すぎないなとか、これくらいの痛みなら耐えられるかなくらいの可動域で上げていきましょう。無理しすぎるとそれだけでもう骨に負担をかけてしまいますし、代償的に他のところに力が入ってしまって、ストレッチ効果、リラクゼーション効果っていうのが薄れてしまうので気をつけましょう。それでは先ほどご紹介した通り、つま先を小指の方から上げて、かかとが外に向いた状態にして、タオルを足に引っ掛けます。そのまま自分の力も加えながら足を上に上げます。で、この時足を上げた時にはこの反対の肩と対角線結べるように足を上げていきましょう。ちょっと斜め上に上げるイメージですね。そしたら上げ終わったら、今度はつま先で今度は小指の方からつま先を下にグッてタオルを押すように、つま先を伸ばす力を入れます。この力の入れ方、先ほどかかとが外に向いてたのがちょっと内に向くように、小指の方からタオルを下に押して、つま先を伸ばす力を入れていきます。この状態から、小指の方からかかとが内側に入るようにつま先を伸ばしてタオルを押します。力の入れ具合は最大の力が10点だったら3点くらい、10分の3くらいの力を入れてあげます。このまま10分の3の力を入れながら3秒間耐えます。1、2、3。そしたら一度力を抜いて筋肉を休ませてあげます。だいたい10秒くらい休ませてあげましょう。10秒くらい休ませてあげたら、自分の力で足を上に上げていきます。で、上げた時にこちらの足とか腰が反りすぎてないかしっかり確認しながら上げていきましょう。それを確認してあげられたら、また同じように小指の方からつま先を伸ばす力を入れてタオルを押します。また3秒間1、2、3。はい、 OK です。また10秒くらい休みましょう。休んだらまた同じように上に上げる。3セット目もう一度やっていきます。小指の方からかかとが内側に入るようにつま先を伸ばす力を入れてタオルを押していきます。ぐーっ、3秒間1、2、3。はい、力を抜いて筋肉を休ませてあげます。10秒ほど休ませてあげたら、また足を上に上げて、反対の足が上がっていないか、腰は反りすぎてないか確認してしっかりストレッチしていきましょう。今のがコントラクトリラックスっていうストレッチの方法で、これを、僕は臨床では徒手的にやっています。徒手的なのを、自宅でもセルフケアができるようにするための方法を今回ちょっと考えてやってみました。はい、で、今の方法をだいたい3セットから5セットやっていただけると効果が出やすいかなと思います。それでは先ほどやった前屈、どれくらい柔らかくなったのか比較していきましょう。それではス
ストレッチを両足やってみたので、どれくらい体が柔らかくなったのか見ていきたいなと思います。地面に指がつくくらいまで柔らかくなりました。実際に僕も臨床でやって、こういう風に柔らかくなる方もいらっしゃいますし、本当にそれがハムストリングスの影響でその姿勢が悪くなっている方なら、すごい効果が出られるかなと思います。やはりストレッチもトレーニングも自分がやる前とやった後どう変わったのかっていうのはしっかり把握しとかないと、多分こう自分が毎日やるトレーニングのこうモチベーションにもならないですし、やはりね、こうやっても効果ないことを続けても僕はあんまり意味ないと思うんですよね。自分に合ったトレーニングっていうのを見つけるためにもやっぱりこのトレーニングの前と後のその前後比較っていうのはすごい大切にした方がいいのかなと思います。こういった意味でこういったこの PNF とかそういう運動を作り上げる概念の体の使い方、神経筋に対して雇用需要角からこうアプローチしていくって、それで動きを作り上げていく、その動きその作り上げた中で動きはどう変わったのかっていうところをチェックできるこの技法というのは僕はすごい重宝しております。今後もこういった PNF を使ったトレーニング方法だったりケアの方法だったり、僕は他にも筋膜マニュピレーションっていってこうね疼痛に対しての勉強もしていて、そういったセルフケアの方法だったりとかもご紹介できたらなと考えております。僕も実際にねサーブで肩を痛めてしまって肩が上がんなくなった時にどういったセルフケアをやっていたのか、腰が痛くてもうどうしようもなかった時もあって、その時にどんなセルフケアをしていたのかっていうところもあるので、そういった自分がよくやってるセルフケアとかも交えてこうご紹介できたらなと思っております。それでは本日はこの日にいたします。皆様ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。